はい、皆さんこんにちは、読谷村の赤十字奉仕団委員長をしております比嘉由紀恵と申します。今日はよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、私は同じく読谷村赤十字奉仕団の副委員長をしてます中曽根君恵です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こんにちは、はい、こんにちは、赤十字奉仕団の顧問をしております池原恵子でございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、3名今日ね来ていただきました。比嘉委員長、赤十字奉仕団は、まあ、顧問含めて池原顧問なんかも含めて何名ぐらいの、メンバーで構成されてるんですか。はい、今登録されているメンバーは45名でございます。45名で、はい、各校区から、うん、5校区からいろいろ募っております。はいはいはい、はい、なるほど。これはその活動するメンバーっていうのは、何かこうせなんていうんですか、条件みたいなものではあるんですか。全然条件はございません。奉仕の心があれば誰でも OK ですので、今いいです、ね、募集しております。あ、そうですか。はい、いつでもお声かけしてもらえば助かります。はい、じゃ大まかなちょっとこうどういう活動をしているのかということを最初に、ね、伺っていきたいと思いますが、はい、ちょっと教えていただければ。ですね、うん、まず最初に4月に入って、うん、総会がありまして、でそれ終わったら、うん、JRC 登録式というのがあります。各小学校で、これはやはり幼い頃から、はい、やはりこの人助け、うん、奉仕の心というのを育てた方がいいんじゃないかということで、うん、先輩方が平成14年にから始めております。なるほど。各小学校5校を回ってですね、はい、各校区ごとにですね、うん、回ってで、うん、で15分ぐらい の, セレモニーなんですが、はいはいはい、子供小学校の子どもたちで、なんていうのか、JRC 登録式といっても、うんうんうん、ちょっと全然分からない、意味が分からないんです ね, ですね、小学校には、はい、そしたら私は、まあ、お友達が困っている時には、うん、手を貸してあげたりしてお助け間になろうねっていうことで、ね、やったら、はい、なんかうなずくような感じはやってるんですよ。なるほどなるほど。池谷さん、写真募集っていうのはまずどういう意味ではありますか。そうですね、写真、うん、募集はもう本当に全区民もしていますし、はいはいはい、そして企業なんかもいろいろやっていただきましてですね、本当に災害いろいろのものの困っている人たちに、うん、こうや募金をやろうということが大きい問題なんですよね。はい、はいはいはい。それでもう読谷村では、うん、役場の方から各企業にも、一応この差し募集の件を通報されまして、うん、そして各 あざにもこういう差し、うん、差し募集をやっていますので、はいはい、そして赤十字奉仕団はですね、本当に村の企業を回って、うん、皆さんそうですよ、ね、各校区ごとに分かれていきまして、はいはい、そしたら本当に企業もですね、うん、心よくおせちが来るので待ってですね、うん、はい、やりましょうということでやっていただきまして、うん、本当にやりがいがある差し募集なんです、はいですね。これからもどんどんこう地域の皆さん方にねその活動を広げていただきたいと思いますが、赤十字奉仕団の今ね、CM の時にちょっと伺ったんですけど、人心情をこう発信しているお言葉があるということでございまして、それをちょっと皆さんにもご紹介していただければと思いますので、委員長よろしくお願いします。そうですね、毎月ですね、定例会の時に、みんなで心情を、はい、昭和しております。あ、はい、赤十字奉仕団員の信条、一つ、すべての人々の幸せを願い、影の力となって人々に奉仕する。一つ、常に工夫して人々のためにより良い奉仕ができるよう努める。一つ、身近な奉仕を広げ、すべての人々と手をつないで世界の平和に尽くす。